霞が関顧問ゲートの中央合同庁舎第7号館西館と同東館霞が関顧問ゲートは東京都千代田区霞が関3条目の旧文部科学省会計検査院庁舎跡地の再開発事業の地区名称霞が関顧問ゲートの中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎と同東館中央館が地区において 旧文部科学省庁舎及び会計検査院庁舎を一体的に合同庁舎化する事業である中央合同庁舎第7号館整備等事業と独立行政法人都市再生機構が行う霞ヶ関三丁目南地区第一種市街地再開発事業等を並行して行う大規模プロジェクトである。館庁整備に PFI を導入する先駆的事例であるとともに 館庁施設内に民間のオフィスを入居させるという手法も初めてのものである。事業着手当初は霞が関 R7 プロジェクトという歌唱で呼ばれてきたが2007年6月29日に正式名称が霞ヶ関コモンゲートに決定したと発表された。 PFI 事業部分は、新日本製鉄グループが民間事業者として選定されており、新日鉄住金エンジニアリングらの出資により、設立された霞が関7号館 PFI が2021年度まで担うことになっている。霞が関コモンゲートの航空写真。霞が関ビルディング、東京クラブビルディングに隣接している。 中央合同庁舎第7号館も参照。霞ヶ関古門ゲートとしては、2棟の高層ビルと商業施設の入居する、アネックス、中央合同庁舎第7号館の別当にあたる、旧文部省庁舎の4棟の建物からなる。東館、西館と同じ外区に位置する隣接する、霞ヶ関ビルディング及び、東京クラブビルディングに囲まれたスペースには、広場、霞テラスが設けられており、 一体的に整備されている。東館と旧文部省庁舎は館長施設のみが存在し、西館は下層部が館長スペースで上層部が民間取得床となる。民間床は PFI 事業者である霞が関7号館 PFI 及び保留床取得者である霞が関開発特定目的会社の所有分のほか民間地権者であった。 一般財団法人霞三会及び住友、不動産の所有分があり、定人、個人情報保護委員会、三井住友 DS アセットマネジメント、愛知大学、川崎近海汽船、シトリックスシステムズジャパン、レイサム、杉村一万国特許事務所、霞三会館などが入居する。また、西立最上階及び定層部並びに、アネックスには飲食店などが入居する。なお、 西立の民間床部分については、霞ヶ関古門ゲート西立、館長スペースについては、中央合同庁舎第7号館西立と区別して、呼ばれる。この建物名の違いについては、館長整備主体である国土交通省の霞ヶ関、地区整備、活用有識者懇談会の審議にて、国土交通省が民間の事業者の方々が、ブランドをつけて売りたいというので、 民間の部分はそう呼んで結構です。ただ、館長の方は、7号館ということに切り分けをしたと説明している。東館、西館の建物の詳細については、中央合同庁舎第7号館施設の項を参照のこと。霞ヶ関古門ゲートアネックスは、広場南側に面した低層の施設。 全館を霞ヶ関7号館 p f i が取得している。飲食店及び科会員のほか、会員企業、団体の出資による民設民営の公民館スペース、霞ヶ関ナレッジスクエアが入居し、定期的にイベントが催されている。ありがとうございます。